リノはお前俺と戦う1年前はね、なぜだ、なぜお前に勝てない。役立たずめサイファー、あれ役立たずめ、魔女の騎士の俺が負ける。所詮役立たずよ。何してんだ。え、何、どういうこと。チューしたの。チューしたら魔女の騎士が蘇ったの。終わったのか。何が終わったんだ。終わったのは、終わったのはリノアの。スコール、聞いてる？急いでイデアの家へ行ってちょうだい。魔女イデア、ママ先生があの孤児院に帰ってるらしいの。リノはどうなって、リ、終わった、リノは終わったの。あ、どうもこんにちは、あたりです。ファイナルファンタジー8リマスタードプレイ実況続きです。前回いろいろ起こってもうわけわからんまま、次のところまで来てしまったけど、どういう流れ発信するかい。そうだ、リノアちゃんが戦線離脱です。女教室連れてっか。すぐそこだよね、確かすぐそこで戦ってたはずだから。よしよし、ママ先生にはいろいろ聞きたいことあるよね。私スコールの後から行くからね。いいよね、いいよね。いいよ。お、学園長。ああ、ご苦労様でした。怒ってますか。そうですよね。私は偉そうなことを言い続けて、いざという時に逃げ出したわけですからね。君たちの敗北は君たちを失うこと、君たちの勝利の報告は妻を失うこと、どちらも耐えられそうにありませんでした。私はいいです。ただイデアは許してください。あ、待って待って、なんか落ちてるぞ。ティンバーマニアックス、読んでしまった。マジでこっちか。いろいろ教えてくれるんだろうな、きっとな。ごめんなさい、私の子供たち、本当の子供のように思って育ててきたあなたたちを。私は、俺たちも同じです。俺たちもママ先生だと知ってて戦いました。ママ先生、あなたたちはシードですから、戦いを避けるわけにはいきません。立派でした。でもまだ終わったわけではありません。こうしている瞬間にも私はまた、あ、動ける。イデアの話をよく聞いておいてくださいね。いつまた心を乗っ取られるか。やっぱり乗っ取られてたんだな。で、乗っ取ってた相手がリノアに乗り移ったってことか、今度は。はあ、もっとお話を聞きましょう。はい。私はずっと心を乗っ取られていました。私を支配していたのは魔女アルティミシア。アルティミシアは未来の魔女です。僕の予想通りだな。私の何代も何代も後の遠い未来の魔女です。まあそういうことなんだろうな、やっぱりな。未来の魔女がイデアに乗り移っていて、何をしていたかわからん。エルオーネの過去改変を阻止していた。スコールのことを伝説のシードって呼んでいたのは多分
そういうことなんだろうな。なんかこう世界を救った伝説のシードとして語り継がれているんだろう、きっと。アルティミシアの目的はエルオーネを見つけ出すこと。エルオーネの不思議な力を求めているのです。私はエルオーネをよく知っていました。アルティミシアは恐ろしい魔女です。心は怒りに満ち溢れています。そんな魔女にエルオーネを渡すわけにはいきませんでした。私にできることは、私の心をアルティミシアに明け渡して私自身をなくしてしまうことでした。どういうこと？そうしなければエルオーネを守れなかったのです。エルオーネがイデアの娘だって思っていた僕の予想は外れたってことかな。その結果がみんなの知ってる通り、ガルバディアに現れたアルティミシアに屈した私の抜け殻でした。うん、学園長どう思うよ。話を聞けってことかい。アルティミシアはまだ目的を果たしてはいません。だからまた私の体を使って行動を起こすでしょう。今度は私も抵抗するつもりです。でもそれでもダメだったらあなたたちと再び戦うことになるでしょう。頼みますよ、シードたち。はい、学園長どう思う？あなた方は魔女アデルのことを聞いたことがありますか？ちょっとややこしい。魔女イデアを乗っ取っといた魔女アルティミシア、そしていきなり出てきた魔女アデル。なんていうこと？魔女戦争の時エスタを支配していた魔女、現在行方不明。そう習いました。魔女戦争。ガルバディアの人々は私が魔女アデルの力を引き継いだ現在の魔女だと思ったようです。ややこしくなってきたな。でも私は違います。私は5歳くらいの時に先代の魔女から力を引き継いで魔女になったのです。ということは魔女アデルは生きているのだと思います。そしてアルティミシアが私の体を解放したのは魔女アデルの体を使うためではないでしょうか。わかんない、わかんないよわかんなくなってきた。魔女アデルは魔女戦争の時の魔女、魔女イデアは、あ、ちょっと待って、僕結構大きな勘違いをしていたのかもしれないな。あの魔女の力って一子相伝のものだと思ってたんだけど、そうじゃないのか。同じ時代に何人も魔女が誕生できるのか。そう考えた方がスッと話が入ってくるかもしれない。魔女アデルが魔女戦争過去の時に活躍した魔女。あ、ちょっと待って。魔女アデルは力を自分の欲望のために利用することをためらわない魔女です。そのアデルに未来の魔女アルティミシアの力と怒りが入り込んだら、その恐怖はどれほどのものか。で、そのアデルは今どこに？ゼルが何か知ってるのか？ゼル、あれ？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 え？え？もういいだろ？ママ先生の話を聞くのは大切。そんなこと分かってる。でもリノアが。ママ先生、リノアに何が起こったのか分かりますか？リノアというのは水色の服を着た女の子ですね。かすかに覚えています。何があったのですか？ママ先生との戦いに参加しました。戦いが終わって気づいたら体が冷たくて全然動かない。リノアは死んでしまったのですか？違う。ごめんなさいスコール、私は力になれそうもありません。じゃあいいですスコール、気持ちはわかります。でも君は指揮官なのです。ガーデンの他の生徒たちも自分たちの戦いの結果や行方を知る権利があります。ここで聞けるだけの情報を
ガーデンに持ち帰りなさい。リノアだけじゃありません。みんなが戦ったのです。分かってます。でもけど、だって指揮官が使う言葉ではありませんね。黒くなれ。アルティミシアの目的はエローナ。初めて会ったのはシードになった夜、再会はティンバーだったな。エローネの不思議な力、人の意識を過去に送る力、人の意識を過去に送る力は、アルティミシアはエローネの力を使いたいんでしょ。最初は言い合いばかり、でもだんだん変わってきた。そうか、アルティミシアはこの時代からさらに過去へ自分の意識を送りたいんだ。なるほど。過去で何をする？ふと気づくと、あんたは俺の方を見ていた。目が合うと微笑んだ。時間圧縮。もうわけわかんなくなってきた。時間圧縮？穏やかな気持ちになった。時間魔法の一つ、過去、現在、未来が圧縮される。世界はどうなっちゃうのかしら。そんなことしてどうなるのかしら。リノア、俺にはもうチャンスはないのかな。時間が圧縮された世界なんて全然想像もできないよ。おい、スコール。全然聞いてない。要するにエローネをアルティミシアに渡さなければいいんだろう。そうだけど。ガーデンへ戻る。放送でみんなに知らせておこう。僕たちだってリノアのことは気になってるんだよ。だったらもう少しくらい。いや、いいんだ。以上、大体の状況説明だ。俺たちの当面の目的は、アルティミシアより先にエルオーネを見つけ出して保護することだ。エルオーネは白いシードの船に乗っていると思われる。俺たちはその船を探す。船はどこにいるんだろうな。しばらくは情報収集が基本になると思う。ただし戦闘の準備は忘れないでくれ。ああ、それから魔女イデアは自分の家に帰っている。おそらくイデアはもう敵ではない。そっとしておこう。どうなってしまうの。時間圧縮って何なんだ。要はアルティミシア、未来にいるアルティミシアが過去の魔女アデルと一体化して、そして時間を圧縮することで、そのアデルの時代とアルティミシアの時代までを全部一緒くたにするってことだよね。時間圧縮ってことだから。目的がわからん。もうなんか単純に世界征服とか言ってくれればいいのにな。で、今はリノアにアルティミシアが乗り移ってる状態。きっと多分仮死状態になっている。で、アルティミシアの覚醒の時を待っているって感じかな。多分こう体に馴染むぞってなるまできっと時間がかかるんだろう。はい、体拭いとく。リノア、こんなに冷たい。ずっとこのままなのか。俺は何にもできないのか。あんなに元気にしていたリノア、それなのに声も出さずに。俺、あんたの声が聞きたい。これじゃあ壁に話してるのと同じだ。ああ、キスティスに言い放ってしまったあの言葉ですね。壁に話してろよ。リノア、俺の名前を呼んでくれ。
おっ、おっ、おっ、なぜ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 、なんで俺がこんなことしなくちゃならないんだよ。金がないからだ。悪かったよ。ホテルにバカ泊まったのは確かに俺のせいだ。でも俺役者なんてできないって、と言いつつ少しはその気のラグナ君であったと。はいはい、早く準備して。まったくいい加減な監督だぜ、俺みたいな素人で映画作るなんてよ。あったよ、スカウトされてラッキーだったよ。なんつっても金もらえんだからな。マジかよ、やだってこんな格好。この後に及んで文句は言わないと。はい、着替え完了。さあ行った行った。お、来た来た、似合うじゃないの。こちら共演の魔女さん、よろしくお願いいたしますわ。あとはドラゴン役なんだが。お、ちょうどいい、後ろの兄ちゃん。はい、悪いんだけどさ、ちょっと着ぐるみの役者が風邪ひいちゃってさ、向こうにあるドラゴンのぬいぐるみ着てのしのし歩いてきてよ。バイト代を出すからさ。ま、しょうがないか。理解が早い。はーい、じゃあ役者は向こうでスタンバイね。これ何なんだ。うわー、はーい、じゃあ行くよ。カット12、魔女絶対絶命。よーい、アクション。あ、騎士殿、邪悪なドラゴンより私をお守りください。お、おー、わ、私がお守りしますよ。たく、上がっちまうじゃねえか。それになんだ、ガンブレードなんて研修以来だな。おい、こんな感じか。お、いいね。セリフは後で吹き替えるとして、はい、ドラゴン登場。おい、ちょっと、ドラゴンだよ、ドラゴン。お、来た来た。おお、なんというリアルの動き、すごいぞキロス君。でかすぎん。でもぬいぐるみあんなにでかかったかな。あ、マジキロスのやつ気合入ってんな。本物そっくりじゃねえか。待って、ラグナのあのポーズ、サイファーと同じじゃない？お、おい、キロス、ちっとは加減。で、これ本物じゃねえか。なに、道理ででっかくてリアルだと思った。なんてのんきなこと言ってる場合じゃねえな。じゃあ、騎士君、あとは頼んだよ。では、騎士様、あとは頼みましたわ。おい、おめえ、てめえら、俺置いてくな。見逃してくれそうもねえな。ガンブレードでできることは。ワイドボギー。おっ。ビードボギー。よし、行くぞ。よし、攻撃。防御。防御だ。いた、うっそ。強っ。よし、攻撃。防御。防御。痛い。強い。強いんだが。必殺剣は？必殺剣。ああ。まだまだ。ちょっと待って、また難しいミニゲーム始まったな。痛い。基本攻撃いけるんじゃないか。よしよし、相手の動きを見て。よし、いける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 。いけるぞ、これ押せるんじゃないか。よし、いける。あ、いける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 。あ、これ、押せる、押せ、押せ、押せ、いけ。
あっ、よし、よし、行け。楽勝かい。今のうちに逃げるぞ。ああ、前から来た。ああ、しつこいぞ。キロスは何してんだ。呼んだかい、ラグナ君。トン。お待たせ。おい、パス。よし、反撃開始だ。ちょっと待ってくれ。装備だけ整えさせてくれ。よし、行くぞ。そんなに強い敵じゃないと思いたい。ドロー、エアロ、ファイア。結構強いぞ。ライブ。ルブルムドラゴン、強いだけでなく頭もより最強のドラゴン。敵がリフレクをかけていると、自分にリフレクをかけてから自分に魔法使いを暗殺攻撃する。炎、風は吸収、霊気、聖に弱い。ほう。じゃあ、この前手に入れたアレクサンダーをちょっと使ってみる。霊気に弱い。聖なる審判。でっかい。でっか。そうではある。よし、倒したぞ。何匹いるんだよ。相手知られるかっての。逃げるぜ。逃げるのか。あ、腰痛いの。なんだよあれ。接続が切れないわ。接続ってなんだよ。スコールなの。ああ、接続っていうのは私がそう呼んでるだけ。私の不思議な能力を使うこと。わかった。私眠ってるんだ。だから力をコントロールできないんだ。ごめんね、スコール。あと少しだけ心を貸して。もう返してくれよ。やっぱりここにはいないよな。そのエルオネちゃんはどうしたの。エスタ兵に誘拐されたんだ。俺なんとかエスタに入ろうとして旅を続けて、かれこれエスタ魔女アデルの後継者集め。話が入り組んでくる。娘さん違うけど、でも可愛いんだよ。あ、声が聞きたいな。俺はリノアの声が聞きたい。どうしました。いや、あ、妖精さんが。俺過去でも何でもいいからリノアの声が聞きたい。動いているリノアが見たい。もしかしたら助けられるかもしれないんだろう。過去は変えられないよ。私やっと分かった。私がエスタにさらわれた時にラグナおじさんは旅に出た。でもそのせいでレインが死んじゃう時にラグナおじさんはそばにいられなかった。
レインは生まれたばかりの赤ちゃんをラグナに見せたがっていた。レインはラグナ、ラグナって呼んでた。だから何があっても村にいるように。でもダメだった。もうあの瞬間には戻れない。それに私、会ったことのある人の中にしかあなたたちを送り込めないの。ごめんね、スコール。接続切れそうなの。またあなたと話せるように試してみるね。お姉ちゃん、エローネ。俺は。俺は、リノアの声が聞きたい。過去に行けばあんたに会える。うまくやれば、過去を変えることだって。エローネ。エローネ、聞こえるか。俺を過去に送り込め。リノアがこんなになったあの瞬間に。エローネ、答えてくれないのか。白いシードの船に乗ってるんだったな。白いシード、イデアのシード、イデアのシード。そうか、イデアに聞けばあの船の場所がわかるかもしれない。そうすればエローネに会える。そうすれば過去に。おやおや、どうなってしまうんだい。ちょっと一回区切りますか。